サンキューの新しい英作文の問題です、えっと。今までの問題プラスこの問題がサンキューで出るようになりました。で、今度は、えっと、公式にサンプル問題について出てるものじゃなくて、私が、えっと、ちょっと作ったものです。ですから、まあ、ここの部分は同じなんですけど、一応この問題文から一緒に読んでいきましょうね。一緒にこれ書いてみましょう。私もまだ答えは書いてないので、今、 作りますので、それ、えっと、これ、リアルタイムで一緒に作っていきましょう。あなたはからじゃ読みます。ワン、ツー、スリー。あなたは外国人の友達、ジェインから以下の E メールを受け取りました。E メールを読み、それに対する返信メールを四角に英文で書きなさい。あなたが書く返信メールの中で友達、ジェイムス、ジェーンでこれね。ジェーンあ、だめ。 ジェインから2つの質問、河川部、河川部なの、ね、に対応する内容をあなた自身で自由に考えて答えなさい。あなたが書く返信メールの中で、四角に書く英文の語数の目安は15語から25語です。回答欄の外に書かれたものは採点されません。回答が友達、<laughs> これ、公式の人と同じだったから、そのまま書いちゃった。 ジェインの E メールに対応していないと判断された場合は、0点と採点されるこ,、ま、ることがあります。友達ジェインの E メールの内容をよく読んでから答えな。答えてください。四角の下のベストウィッシュの後、これなんだろういろん大丈夫だね。あ、ダメだ。これ、ここだっけ。これね、ちょっとこれ、これですか。 の、はい、の後にああなたの名前を書く必要はありません、はい、でこれが問題ですね。そして、えー、っとこれが、ここのところに自分でその2つの質問を書くんだけど、じゃあ、まあ、問題の方、新たに作ったやつなんで、一緒に読みましょうか。いや、その前に <laughs>、ごめんね、この、えーっと、どこ行っちゃったかな。この日本語の意味をまず見ましょうか、ね。見ちゃおう。日本語の意味を見ちゃいましょう。 あ、ここにあります。訳したのがあるんです。えー、あ、これね、こんにちはね。これ日本語でちょっと読みましょうか、一緒に。はい、これでいいかなこれで読めるかなまあまあ読めるかなもう少し大きくしましょうか。はい。じゃあ読みましょう。ここからね。せーの、こんにちは。E メールありがとうございます。新しいショッピングモールに買い物に行ったそうですね。それについてもっと教えて。そこにはたくさんの人がいましたか で、何を買いましたかあ、質問を考えるんだけど、質問に答えるんだっけね、これね。あなたの友達、ジェーン。で、こういうふうな質問が来て、これに対して答えをこういうふうに、でこういうふうに書くわけね。これは日本語で訳してあるけど、もちろん日本語はあの本番では書いてありませんからね。これ練習だからこうやって日本語やっちゃってるけど。じゃあ、こっち読んでいきましょう。英語の方ね。これどういうふうにするかな。これでいくか。はい。はい。Thanks for your email. I heard that you went shopping in the new mall.Tell me more about it.Where were there many people there?And what did you buy, your friend, Jean? これに対して答えをここに書いていくわけです。書いてるらんね、本当は書くわけですけど。じゃちょっと考えていきましょうね、えー。そうですね。これを。これですね。これ まあこれだと全部で15号にはならないので、まあ、2つ考え答えを言った後、うん、その前にこの辺があるからこれをちょっとこれに対して何か言っておきましょうかえっとここにねここに,かここにしてここらに書い,て書いていこうかここに書いてもいいんだけどこれ日本語と英語と一緒になっちゃうからねあもちろん答えは英語で書きますからね日本語は使いませんからね じゃあ、ここに書いていきましょう。えー、そうですね。あ、さっきのほら、ここの部分で、サンキューフォーユアイメールは書いてあるから、その次から書けばいいんだよね。そうすると、これ、えー、っと、サンキューフォーユアイメールやって、その後ここね、そうですね、ショッピングに行ったん、あ、そうだよ、ショッピング行ったんだよって言えばいいじゃん。前もそう,そうでしたね、確かね。 イエスで、は、私、イエス好きなんで、<laughs> イエスで始まる。Yes, I went. これすると、そのまま。これ映せばいいわけだから。I went shopping.、ね、ショッピング、えっと、in the new mall. そうすると、ほら、このインの使い方とか間違いないです。むし。in the new m a モールの名前。ね。何がいいかな えっと、適当に考えてみてね何、何にしようか。えっと、そうだな、えっと、スーパーモール <laughs> ス。スーパーのスペルができなければ、これあのかあの、ローマ字かなんかでもいいですからね、例えば、えー、そうですね、北モールとか、<laughs> 北モールみたいに。北モールね、これにしましょうか。じゃあ、北とか南の北にしちゃおう。そうすると、スペル間違えないもんね、絶対ね、モールはここに書いてあるしね。 はい、yes, I went shopping in the new mall. 来たモール。はい。ニューモールの名前は来たモールですという意味で、こういうふうにこう缶も入れればこれで OK ですから。そしてあ、次にほら、このクエスチョンについてはっていうやつ。これは About Your Question だったよね。About Your Question。で、缶まで。<laughs> about Your Question。えっと、There are many people. たくさんいて、これ、は、じゃあとか、じゃあ、はにすればいいだけだよね。簡単です。いたって意味ですね。じゃあ、は。えー、っと、y people これ、イエス、じゃあ、はにしてもいいけどね。あ、ちょっと待って。これ、小文字です、ここ。じゃあ、は、メニー p ーポ p ピーポー、じゃあにしてもいいし、インザモールにしてもいいよね。ここでは、じゃあ使ってるから、インザモールにしましょうか、ここ。ね。あ、イン、北モールにしましょう。 だいぶ違って変えるんで、これで、あの、こうい少しずつ変えることによって点数が上がるんですよ。英語はね、きたもる。えー、っと、あ、そしてこれ、アンドで繋げちゃおうかな。きたもる。あ、まあ、ここで一回切りますか。で、アイ、で、ほら、what, what,、えー、あ、これが問題だね。倍の過去形。倍の過去形は、 これなんだよ。I bought. ボートなんだけど、これスペルが難しいよね。でね、買うってゲットでもいいんだよ。だけど、これだと買,う買ったじゃなくて買うって意味になっちゃうから、これの過去形、ゴッ t これね。だから、buy の過去形、えー、ボートがわかんないときには、ゲットの過去形、ゴッ t 手に入れた。つまり買ったって意味になるから。だから、ゴッ t を使えばいいからね。買うときにはね。もし、buy の過去形が書けないときには。これ覚えておきましょうね。I got。何しようか。 アイコットアニュー、新しい、そうだな。ここに新しいのがあるから、新しいのスペルも大丈夫だよね。ニューモールね。ほらねだからこれ使っちゃおう。アイコットアニュー何する <laughs> ブック、ニューブック。<laughs> これにしましょうか。ここまででどう何個になるか。数えてみましょうね。はい。ちょっと数えてみましょう。 One, 2 about you? i going to get no. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five. Oh, that's because twenty-five これ日本語の意味どうしようかな日本語はわかるでしょうね。じゃあ英語だけ読んでいきましょうか。せーの。Yes, I went shopping in the new mall, k た t a a b o u t your question, there were many people in Kita Mall.I got a new book.